おっす。極真会館埼玉南支部支部長、そしてフィットネスインストラクターの鈴木雄三です。今日はオートミールについてちょっと語りたいと思います。先日の Vlog でも少し話したんですけども、最近オートミールにめっちゃハマってます。皆さんはオートミールってご存知ですか？オートミールはオーツ麦といって、グラノーラの中に入っている麦みたいな穀物のことです。これがオートミールです。なんとなくイメージつきますか？グラノーラとかは実際これに砂糖とかメープルとかで味付けをして、まあちょっと甘く、しているんですけども、このオートミールそのものには味はもうほとんどありません。無味と言ってもいいと思います。でこれを普通に食べると全然美味しくないんですけども、こういろんな調理方法がネットとかにも紹介されてて、まあ、ネットの中にある情報を少しアレンジしながら、僕なりに美味しいオートミールの作り方を発見したので、今日はそれを紹介していきます。作り方を紹介する前に、オートミールの成分について説明をしていきます。でオートミールの成分はこんな感じです。 100g あたり炭水化物、糖質が 69g、食物繊維が 9.4g、 脂質が 5.7g、 タンパク質が 13.7g と、脂質が低くてタンパク質量もそこそこ取れる、まあ、メインは炭水化物といったような成分表になります。食物繊維が多いのがすごく特徴で、玄米の3倍で白米の22倍と言われています。なのでオートミールを食べると結構お腹の調子が良くなって、腸を活発化させて便通を良くしてくれるというようなメリットもあります。血中のコレステロール、血中のコレステロールを低下させるといった作用もあるそうです。そして特徴としては糖質がメインなんですけども、GI 値が低いというのもオートミールの特徴と言えます。GI 値が低いというのはどういうことかというと、糖分が体の中に入ると血糖値、血中の糖分濃度がもちろん上がりますよね。血糖値が上がるとインシュリンという物質が分泌されます。このインシュリンは脂肪分解を抑制するという働きがあります。 GI 値が高い、食べ物だとこのインシュリンがバンバン分泌されるので、例えばご飯ととんかつとかを食べちゃうとインシュリンが分泌されて、とんかつで取った脂肪分をどんどん吸収してしまうので、脂質を体の中に溜め込むといったことではあまり良くない組み合わせと言えます。しかしこのオートミールは GI 値が低いので、インシュリンの分泌があまりされないので、脂肪分解を抑制するインシュリンの分泌をあまり促さないといったような特徴を持っています。でこのオートミールは値段が安いっていうのもメリットの一つです。最初オートミールをちょっと取り始めた時は、スーパーとかに売ってる 300g のこのくらいのパックを買って、でそれ食べてたんですけども、まあ、それすぐ食べ終わっちゃうんですね。なんで Amazon でこれ超大容量買っちゃいました。これ何グラムか、なんと 4.52kg、 4.5kg ぐらい、 4.5kg ぐらいで、これいくらだと思います？これ2750円、めっちゃ安くないですか？これもういくら食べても減らないですし、1食あたり一体いくらなんだっていうぐらい安く済みますよね。まあ本当一人暮らしの選手とか、あまり料理しなくて、少し小腹が空いたなって時に、まあ、体にいいものを食べたいなっていう人はこれすごいおすすめです。ではこれから美味しいオートミールの作り方を説明していきます。まず用意するのはオートミールと生卵、あとは、脂質ゼロのコーンオイルのツナ缶に、まあ、お茶漬けの素で、このお茶漬けの素は永谷園さんもすごい美味しくていいんですけども、あれはちょっと塩分が高めなので、塩分控えめの少し安めのお茶漬けの素がいいかなと。あとは水、もうこれを混ぜるだけです。まずは生卵を入れて、
混ぜる。ちょっと黄身がシャバシャバになるぐらい。そしたらここにオートミール、ちょっとグラム数、普段は測らないですけどグラム数も測りながらやってみましょう。一体このプロテインのスクープで1,2,3,4,5 スクープぐらい、だいたい60ぐらい、65ぐらいになります。そこにお茶漬けの素入れて、水をだいたいこれひたひたになるぐらい、ちょっとオートミールが少し浮くぐらいまで入れてあげます。であとは混ぜる。水の分量はこのくらい、少しオートミールよりも上ぐらいに水分量がくる。黄身とオートミール、お茶漬けの素がまんべんなく混ざるぐらい混ぜます。こんな感じ。じゃあ、あとはこれをレンジでチンするだけ。大体、まあ、今ぐらいの 60g ちょっとの分量を2分半ぐらい2分半ぐらい待ちます。あ、いい香りがしてきた。あのソースのグリラのチンが20秒ぐらい。おお、ただ俺の場合これが熱っ。容器が悪いから熱い。よし、こんな感じにできます。ちょうど卵が、まあ、少しほわっとした感じになってまろやかになります。でツナ缶、今もうすごい熱々なんで、ここにツナ缶を今日一缶いっちゃいます。全部ぶち込む。でこのツナ缶をもう入れることによってちょっと熱さも冷めるので少し食べやすさが増します。こんな感じでぐちゃぐちゃに混ぜちゃいます。まあ、見た目はまあ美味しくなさそうなんですけども、味はマジで美味しいです。こんな感じでぐちゃぐちゃに混ぜていくと、ツナがまあ冷たかないんですけども常温なんで少し冷めます。これでタンパク質もしっかり取れるんで最高の食べ物ですね。ちょっと食べます。うん、やば。まあもう本当ここ最近もう1日4回ぐらい食べてますけど、毎回うまってなるぐらいうまいです。普通のご飯のお茶漬けがもうちょっととろみがあるような味付けです。でそこにツナ缶のちょっと肉っぽさも入るのですごい美味しいです。作るのも簡単ですし、洗い物もね、もうお皿とスプーンぐらいしか洗うものないんで、一人暮らし の選手とかすごい最適な料理だと思いますので、まあ、料理って言えるほどのものか分かんないですけど、めちゃめちゃおすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。これはじゃあ後で食べます。動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おっす。